っしゃ、ジュニアも行くで。人生で最初で最後のオーストラリア。お前らも来い。よいしょ。おお、ちょ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 。ねえ、何あの大きいの。下田、大きい島は海産物が豊富やからな。どういう意味だよ。ジュニア、そんな、せっかくみんな助けたのに。まだや、今ならまだ助けられる。あのデカ物を何とかするんや。くそ、どの道通さなきゃ出られねえしな。Thank you.
あら、どうしたの、オリバー。マークが。あらあら。オリバー、泣いたらあかんやで。うちはな、涙の妖精っていうのやで。君、妖精だったの？そうやで。妖精やで。変な言葉。妖精たちの言葉なのよ。そんなの変だよ。あら、どうかしら。この子、母さんが作ったのよ。違うもん。僕の友達だもん。そうね。この子はあなたのお友達。どんなことがあっても、ね。でも、そんなにメソメソしてると。笑われちゃうわよ。メソメソしてないよ。じゃあ涙を拭かなきゃね。
く。お前ら懐くな懐くな、こら。ちょ、ま、お前もう。Thank you.
魔の大竜巻、ドクロメ。天変地異を呼ぶ古代魔法。本来世界の管理者にのみ許されているもの。あなたには過ぎた力でしたかな。予言の少年を始末するため、与えた能力だったのだがな。申し訳ございません、女王陛下。しかし、あの少年、奴にはやはり特別な力がございます。ほう、自ら手を下しておきながら何の成果も上げられなかっただけでは。オムス、これはこれは出過ぎた真似を。女王陛下、奴は間違いなく魔導の力による庇護を受けております。おそらく賢者アリシア。その可能性も。お前に歯向かった愚かな女、現在もなお妨げとなるつもりか。しかし
所詮は守護の力、賢者に守られるだけでは世界は救えません。古代の兵器として作られし魔導王の遺産、あの杖ほどの力を持たぬ限りは。グラディオンか。ええ、ですがご安心を、彼らがそれを手にすることはありません。主なき魔導の杖、消し去ることなどたやすいことでございました。まさかジャボー殿、グラディオンを消滅させたのですか？ええ、魔導の支配を象徴する遺産など長き眠りにつくべきなのです。グラディオン、我ら評議会の杖を模して人間に与えられし力だが、今となっては妨げでしかない。あの少年を手にすることはないのだな。ありえません、永遠に。グラディオン。
Let's go.
困ったのか。